疫病。今や日本を代表する大ヒット作品となった鬼滅の刃。そんな鬼滅の刃には数々の裏設定があるとまことしやかな噂が。中でも注目したいのは鬼の由来は疫病。今回は鬼の始祖鬼舞辻無惨から上弦の鬼、下弦の鬼はもちろん禰豆子に至るまで疫病との関係性を徹底的に考察したいと思います。ということで今回は鬼と疫病の関係性について徹底考察したいと思います。なお鬼滅の刃最終話までのネタバレを含みますのでご注意ください。今回徹底解説会となってますのでいつものように画面に全集中よろしくお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。鬼舞辻無惨の最後さんの配下であり、上弦最強の鬼黒死坊。人間時代の名前は次国道勝。火の呼吸の使い手である次国頼一は実の弟でした。鬼にしては珍しく刀を武器として剣技を用います。そして顔面には赤い目がなんと6つもあり、その威圧感に圧倒されるものも。では、そんな黒死坊のモデルとなった病気は一体何なのでしょうか。結論から言うと、黒死坊のモデルとなった病気は黒死病です。黒死病とは別名ペストと呼ばれる感染症。大きくですね、腺ペスト、ペスト敗血症というふうに3つの病形があります。腺ペストとはリンパ節が侵される症状で、ペストにかかったネズミの血を吸ったのみがですね、人間を刺すことによって発症し、刺された付近のリンパ節が腫れ、続いて脇の下や鼠径部のリンパ節が腫れて痛み、治療をしなければ数日で死んでしまいます。そして次にペスト敗血症とは、ペスト菌が血液の中に潜り込み全身に回ることで昏睡状態となってしまい、体中が全身黒いあざだらけになって死んでしまう症状です。このように黒いあざだらけになることから黒死病と呼ばれています。以上のように強力な感染力と致死率ゆえに14世紀のヨーロッパで大流行し、なんと当時のヨーロッパの人口の3分の1が死亡したと言われています。では黒死病のモデルはなぜ黒死病なのでしょうか。まず一つ目の理由としては、名前の由来が黒死病から来ていると考えられるからです。黒死病という名前はですね、黒死と亡に分けられるんですけども、まず黒死病の黒死とはその名の通り体が黒くなって死ぬ黒死病が由来になっています。では黒死病の亡とはどんな意味なのでしょうか。実はですね、亡という漢字は目という意味があるんです。黒死病の見た目で特徴的なところといったらその目の数ですよね。そう、黒死病という名前は黒死病と目の数に由来して名付けられたんです。次に黒死病のモデルが黒死病である二つ目の理由は、黒死病と黒死病には大正時代に撲滅という共通点があるからです。黒死病は大正時代に撲滅されたんですけども、大正時代といえば鬼滅の刃の時代です。つまり大正時代に黒死病が討伐されたことは、大正時代に黒死病が撲滅されたことと言い換えることができるんです。次に黒死病のモデルが黒死病である3つ目の理由として、日光に弱いという共通点です。そもそも黒死病は日光や熱に弱く、体内では長時間生存できないこともあり、日光に当たると感染する力を失ってしまうんですけども、これはですね、黒死病が鬼なので日光に弱いことと一致しているんです。最後4つ目の理由として、黒死病と黒死病には1という共通点がある。皆さんご存知の通り、黒死病は上限の1の鬼ですよね。一方で黒死病といえば第一類感染症に分類される病気なんです。そう、どちらも1という意味を持つんです。まとめると、黒死病の名前の由来が黒死病であること、2つ目に大正時代に撲滅という共通点、3つ目に日光に弱いという共通点、そして最後に1という共通点、以上4つの理由により黒死病のモデルとなった病気は黒死病であると言えるんです。上弦の中では比較的新参ながらも上弦の二の称号を持つ最上クラスの鬼ドーマ。普段は宗教団体万世極楽教の教祖をしてるんですけども、その実態は完全に喜怒哀楽が欠落している何か。またドーマといえば無自覚に他者の神経を逆なですることが多く、他の上弦の鬼たちからは忌み嫌われています。ではそんなドーマのモデルとなった病気は一体何なのでしょうか。結論から言うと、それは結核です。結核はご存知の通り、かつて不治の病と言われていた病気で、正岡子規などの有名人もこの病気で命を落としています。そもそも結核とは、結核菌という細菌に感染することで発病するんですけども、治療しないと最終的には肺の組織が破壊されて死に至る恐ろしい病気なんです。結核の症状は咳から始まり、最終的には呼吸ができなくなってしまうほど。ではドーマのモデルがなぜ結核と言えるのでしょうか。まず一つ目の理由としては、ドーマの血気術氷が結核の症状に似ているからです。肺胞が壊死してるからね、辛い
よね。さっき俺の血気術吸っちゃったからな。ドーマの血気術といえば粉氷なんですけども、これを吸い込むと肺の細胞がなんと壊死してしまうんです。そう、ドーマの血気術は結核の肺の組織を壊してしまう症状と一致しているんです。次にですね、ドーマのモデルが結核であるという二つ目の理由は、つゆりかなおの悲願主眼が結核の治療薬を暗示しているからです。そもそもですね、鼻の呼吸つゆの方、悲願主眼は、全身の血を目に集めることで、視覚をブーストできる技ですよね。そしてこの方を発動すると、周りがスローモーションに見えて戦闘能力が上がるんですけども、その対価として失明する危険性もあるんです。一方で、結核に対する劇薬として、エタンブトールというものがあるんですけども、実はこの薬は副作用で失明することがあるんです。カナオはドーマと戦う時に悲願主眼を発動して片目の視力を失いましたよね。そう、つゆりカナオがドーマに悲願主眼を発動し視力を失ったということは、結核の治療薬を飲んだら視力を失うことと一致しているんです。次に3つ目の共通点として、2という数字の共通点です。皆さんご存知の通り、ドーマは上限の2の鬼ですよね。一方で結核といえば第2類感染症に分類される病気なんです。そう、どちらも2という意味を持つんです。ドーマのモデルが結核であるという理由をまとめると、まず一つ目に、ドーマの血気術が結核の症状に似ている。ドーマの血気術氷と結核は共に肺細胞を破壊するものである。つゆりかなおの悲願主眼は失明という意味で結核の治療薬を暗示。そしてドーマと結核には2という数字が共通している。以上3つの理由により、ドーマのモデルとなった病気は結核であると言えるんです。鬼舞辻無惨配下の精鋭である12鬼月の一人にして上限の3を務める赤座。作中では初めて登場した上限の鬼で、煉獄や炭治郎たちを苦しめました。その外見はというと、武闘派らしい軽装で、全身には藍色の入れ墨が入っています。またですね、常に鍛錬を積むことで、思考の領域に到達しようとする戦闘狂なんです。こうした性格で老いていく人間を残念に思い、煉獄に対して何度も鬼になるように勧誘していましたよね。では、そんな赤座のモデルとなった病気は一体何なのでしょうか。結論から言うと、それはマシン。マシンとは別名ハシカとも呼ばれる感染症で、発熱や発疹といった症状が出るんですけども、この病気の恐ろしさは何といってもその感染力です。なんと免疫を持ってない人が感染するとほぼ 100% の確率で発症してしまうんです。では赤座のモデルはなぜマシンなのでしょうか。まず一つ目の理由としては、名前が似ているから。というのも、実はマシンは当時赤もがさと呼ばれていたんです。赤もがさ、そして赤座、このように名前の語感が非常に似ているんです。次に二つ目の理由としては、入れ墨という共通点があるからです。皆さんご存知のように、赤座といえば全身の入れ墨なんですけども、実はマシンと入れ墨の間にも深いつながりがあるんです。それは富山県高岡市では、かつてマシンが流行すると入れ墨の模様で人気な公文竜を魔除けの証にしていたんです。つまりかつて日本ではマシンにかからないように入れ墨を入れていたんです。このようにマシンと赤座の間には入れ墨という共通点があるんです。まとめると、名前が似ている、そして入れ墨という共通点、以上2つの理由により、赤座のモデルとなった病気はマシンであると言えるんです。十二鬼月の一人にして上限の師を務める分裂鬼ことハンティング。そんなハンティングの見た目は小柄な老人なんですけども、額からは2本の角が生えていて大きなコブを持っています。またですね、非常に臆病かつ卑劣な性格をしていて、戦闘中には泣き叫んでは怯えることもあるんです。ではそんなハンティングのモデルとなった病気は一体何なのでしょうか。結論から言うと、それはハンセン病。ハンセン病とは雷菌によって引き起こされる感染症で、かつては雷病とも呼ばれていました。そしてハンセン病の潜伏期間はですね、なんと数年単位と長いんですけども、感染力そのものはさほど強くはなく、感染者としても栄養状態や衛生状態が良ければ発病しないことが多いんです。しかしですね、仮に発病すると末梢神経を侵されてしまうので、皮膚や骨の変形から始まり、最終的には失明することもあるんです。ではハンティングのモデルはなぜハンセン病なのでしょうか。まず一つ目の理由としては、名前が似ていること。ハンティングとハンセン病にはどちらもハンという言葉が含まれています。またハンセン病とハン
テングというようにですね、ハンセン病とハンテングは非常に五感が似ているんです。次に二つ目の理由としては、ハンセン病の症状として、なんとコブができるから。先ほど解説したように、ハンセン病の症状が悪化するとですね、皮膚や骨が変形するんですけども、実はですね、コブができることもあるんです。そしてコブといえば、ハンテングの顔にも大きなコブがありますよね。つまり、ハンセン病の症状と、ハンテングの状態がとても似ているということなんです。そして最後、三つ目の理由としては、ハンセン病の別名、雷病は、嘘という意味だからです。先ほど解説したように、ハンセン病は別名、雷病と呼ばれるんですけども、この雷病と雷という言葉をですね、英語で表すと、雷と書けますよね。皆さんご存知、雷とはですね、嘘という意味の英単語なんですけども、ハンテングと言ったら嘘つきですよね。そう。つまりですね、ハンセン病の別名、雷病から、ハンテングの性格を連想できるんです。まとめると、名前が似ているから、コブという共通点、ハンセン病の別名、雷病は嘘という意味。以上3つの理由により、ハンテングのモデルとなった病気はハンセン病であると言えます。十二気づきの一人にして上弦の号を務める玉子。玉子はですね、いつも壺の中に身を潜めているんですけども、本体は細長い上に、実は顔のパーツの配置はバラバラで、頭から腕が複数生えているというとても個性的な見た目をしているんです。また玉子といえば非常に芸術を重んじているんですけども、玉子が良しとする芸術はですね、普通の人の感性とはずれていて、一言で言うと下品なんです。では、そんな玉子のモデルとなった病気は一体何なのでしょうか。結論から言うと、アメーバ赤痢。アメーバ赤痢とは、赤痢アメーバという原虫が引き起こす感染症です。アメーバに汚染された水や食べ物を食べることで感染します。ただしですね、感染しても多くの人は症状が出ないんですけども、腹痛や下痢など症状が出る人も中にはいるとのこと。そしてさらにひどい場合は血便を伴うこともあるんです。では、玉子のモデルはなぜアメーバ赤痢なのでしょうか。まず一つ目の理由としては、水という共通点。先ほど解説したように、アメーバ赤痢は水を通じて感染するんですけども、玉子は水で戦ってましたよね。そう。玉子とアメーバ赤痢には、水という共通点があるんです。そして次に二つ目の理由としては、ツボ型という共通点があるからです。先ほどですね、アメーバ赤痢の症状として、腹痛があるとお話ししたんですけども、その腹痛はですね、大腸になんとツボ型の潰瘍ができることが原因なんです。ちなみにですね、潰瘍とは体の一部が深いところまで傷ついた状態のことです。一方で、玉子の見た目といえば、ツボ型が特徴的ですよね。そう。アメーバ赤痢と玉子には、ツボという共通点があるんです。そして最後、三つ目の理由として、仲間外れという共通点があるからです。そもそも玉子は他の上弦の鬼とは違って人のような見た目をしていません。そういう意味ではですね、見た目という点で玉子は十二気づきの中で仲間外れだと言えるんです。一方で玉子のモデルとなったアメーバ赤痢も他の病気とは仲間外れになっているんです。というのもですね、アメーバ赤痢の原因は原虫なんですけども、他の病気の原因はウイルスや細菌なんです。玉子の見た目とアメーバ赤痢にはどちらも仲間外れという共通点があるんです。まとめると、水という共通点、ツボ型という共通点、仲間外れという共通点、以上3つの理由により、玉子のモデルとなった病気はアメーバ赤痢であると言えるんです。十二気づき上弦の六、ダキと牛太郎。人間の頃、名前すらも与えられず、牛夫の仕事をするようになって、その役職が名前となった兄牛太郎と、鬼である正体を隠し、江戸時代から遊郭で名を馳せている人気花魁である妹のダキの上六兄弟。では、そんなダキと牛太郎のモデルとなった病気は一体何なのでしょうか。結論から言うと、それは梅毒。梅毒はですね、梅毒トレポネーマという細菌が病原体で、性感染症として昔から知られているんですけども、なんとですね、江戸時代の江戸の町では、二人に一人が梅毒に感染したと言われているんです。そしてですね、梅毒を治療せずに放置してしまうと、10年以上の年月をかけて徐々に進行し、最終的には全身の臓器がダメになってしまうんです。また、性行為で感染する場合がほとんどなんですけども、出産の際に母子感染で、子供が先天的な梅毒となってしまうこともあった模様。そんな梅毒の治療にはですね、抗生物質を使うんですけども、治療薬が進歩したおかげでですね、現在は表で言うと1期から2期の発疹ができるフェーズで、ほとんどが完治しています。では、ダキと牛太郎のモデルはなぜ梅毒なのでしょうか。まず一つ目の理由としては、ダキという名前は、梅毒で流産することを意味しているからです。
です。ダクという名前には、ダという漢字が含まれてるんですけども、この漢字からですね、打体という言葉が連想できますよね。一方で、梅毒という病気はですね、母体が感染していると、妊娠しても流産してしまうことがあるんです。そう。ダキのダという漢字は、梅毒で流産することを表しているんです。次に二つ目の理由としては、牛太郎の特徴が先天的な梅毒の症状と一致しているからです。そもそも牛太郎といったらギザギザな歯や皮膚のあざが特徴的なんですけども、実はこうした牛太郎の外見は、先天的な梅毒の症状と完全に一致するんです。というのも先天的な梅毒とは、皮膚のあざや歯の形成不全などの症状が出る病気のことなんですけども、牛太郎の外見の特徴そのまんまですよね。そして最大の理由としては、第96話の牛太郎のセリフです。そうだ。俺の妹の名前は、梅だった。ダキじゃねえ。ひどい名前だ。いや、梅もひどかったな。お前の名前は死んだ母親の病名から付けられたんだからな。そう。ダキの人間時代の名前である梅は、母親の病名から取られたものだった。そして梅がつく病気といえば、それは梅毒。この牛太郎の発言によって、ダキ牛太郎のモデルとなった病気が梅毒であるということは完全に確定と言っても過言ではないでしょう。まとめると、ダキという名前は梅毒で流産することを意味する。牛太郎の特徴が先天的な梅毒の症状と一致する。第96話の牛太郎のセリフ。以上3つの理由によりですね、ダキ牛太郎のモデルとなった病気は梅毒であると言えるんです。1000年以上前に最初に鬼となり、すべての鬼の始祖である鬼舞辻無惨。唯一その死によって鬼を作り出す能力を持っていて、炭治郎の家族を惨殺した宿敵です。そんな無惨はラスボスとしては珍しく小物な性格で、人間時代の病弱さがコンプレックスで顔色を馬鹿にされただけで惨殺するほど。では、そんな鬼舞辻無惨のモデルとなった病気は一体何なのでしょうか。結論から言うと、それは癌。癌とは悪性腫瘍とも呼ばれていて、現代の日本人の死因ナンバーワンとなっている病気です。実は日本人に2人に1人が癌になり、3人に1人が癌で死亡しているんです。では具体的に癌について解説したいと思います。そもそもですね、我々人間にはですね、アポトーシスと呼ばれる自動的に細胞が死ぬシステムが備わっているんですけども、実は癌細胞ではアポトーシスが機能しないので、細胞が死なずに無限に増殖するんです。そして無限に増えた細胞は他の臓器を侵してしまい、痛みや食事を取れなくなることによる栄養不良といった症状が出て、最終的には死に至るんです。これが癌です。しかし早期発見ができれば、手術をしたり抗がん剤治療で治すこともできるんです。ただし抗がん剤治療の副作用はとても重く、再発リスクもあるので恐ろしい病気。では鬼舞辻無惨のモデルはなぜ癌なのでしょうか。まず一つ目の理由としては、無惨の生態と癌の病態が非常に似ているから。先ほどお話ししたように、癌とは無限に細胞が増殖するんですけども、無限に増殖する、どこかで心当たりありませんか。そう、無惨が自分の血を与えて鬼を増やすのと似ているんです。つまりですね、無惨が自分の血を与え無限に鬼を増やせるのは、癌に感染した細胞が無限に増殖することと一致しているんです。次に二つ目の理由として、鬼殺隊はキラー T 細胞をモデルとして作られたと考えられるから。先ほど解説したように、癌細胞は体内で無限に増殖するんですけども、それを阻止する細胞が存在しているんです。その名もキラー T 細胞。キラーとは日本語では殺すという意味なんですけども、この殺すという漢字は鬼滅の刃で見覚えがありますよね。そう、鬼殺隊。つまり鬼殺隊が無惨を倒すこととキラー T 細胞が癌細胞を攻撃することは一致しているんです。最後にですね、3つ目の理由としては、無惨と癌には最終的には薬で倒されるという共通点があるからです。先ほど解説したようにですね、癌は手術で治療するんですけども、最終的には小さくなった癌細胞を根絶するために薬で治療することがほとんどなんです。またですね、延命を見込んで末期癌の患者に抗がん剤治療が行われるケースもあります。その一方でですね、無惨との最終決戦といえば、第195話で炭治郎、イグロと交戦していた無惨は逃げ出すんですけども、炭治郎は日輪刀で無惨を串刺しにしたのにとどめをさせませんでした。そして第196話では玉代の薬が効いてきたので、動けなくなった無惨は太陽の光でその後消えてしまったんです。つまりですね、無惨にとどめを刺したのは玉代の薬なんですけども、これはですね、癌にとどめを刺すのが抗がん剤であることと一致しているんです。まとめると、無惨の生態と癌の病態が酷似、鬼殺隊とキラー T 細胞の類似性、癌も無惨も最終的には薬で倒されるという共通点。以上3つの理由により、鬼舞辻無惨のモデルとなった病気は癌である可能性があるんです。
鬼物事務さん配下の姓である十二鬼月の一人であり、眠り鬼こと M。髪が長く中性的な見た目をしているんですけども、その性別は男。そんな M はですね、血鬼術で相手を夢の中に封じ込めることができます。では、M のモデルとなった病気は一体何なのでしょうか？結論から言うと、M のモデルは、ナルコレプシー。ナルコレプシーとは、居眠り病とも呼ばれ、突然激しい病気を感じて眠ってしまう病気です。非常に恐ろしい病気なんですけども、実は、リタリンという薬を飲むことで症状を抑えられるんです。では、M のモデルはなぜナルコレプシーなのでしょうか？最大の理由としては、M の血鬼術とナルコレプシーの症状が似ているから。M の血鬼術は相手に夢を見させるものなんですけども、これは相手が夢だと自覚することができなくて厄介なものでした。柱の一人である煉獄でさえ、いつの間にか眠りに落ちていたほど。このいつの間にか眠りに落ちるという血鬼術なんですけども、実はナルコレプシーの症状に非常に似ているんです。つまり M のモデルとなった病気は、ナルコレプシーの可能性があるんです。鬼物事務さんに鬼にされながらも人間に戻ることができたかまどねずこ。鬼化した時には口に竹を加えていたんですけども、日光を克服してからは竹を外して普通に話せるようになっています。では、そんなねずこのモデルとなった病気は一体何なのでしょうか？結論から言うと、それは天然痘。天然痘は人類が根絶に成功した唯一の感染症です。基本的には天然痘患者と接触することで感染するんですけども、その感染力は高い上、なんと致死率が 30% と非常に高いんです。その症状は高熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐、下痢から始まり、全身に特徴的な発疹ができる。そして症状が悪化すると全身の臓器がダメになり、最終的には死に至るんです。では、ネズコのモデルがなぜ天然痘と言えるのでしょうか？まず一つ目の理由としては、人類史上初めて根絶された感染症だからです。そもそもですね、かまどネズコは鬼物事務さんの血を与えられて鬼化したんですけども、太陽を克服し、最終的には人間に戻りましたよね。つまりネズコはですね、鬼から人間に戻った初めての人類なんです。そう、人類が天然痘を初めて根絶したことは、ネズコが鬼化を初めて克服したことと一致しているんです。次に二つ目の理由としては、名前に入っている豆という文字。かまどねずこのねずこという名前には豆という漢字が含まれているんですけども、天然痘という名前にも実は豆という漢字が含まれています。両者の名前には豆という共通点があるんです。まとめると、天然痘が人類史上初めて根絶された感染症であり、ねずこも人類史上初めて鬼化を克服した人間だから。そして名前に豆という共通点があるから。以上二つの理由により、かまどねずこのモデルとなった病気は天然痘である可能性があるんです。という感じで考察してきたんですけども、他にもですね、新上限の6、改革は狂犬病、下限の5、類はハンセン病など、最終的には鬼になってしまう主人公かまど炭治郎は炭素という都市伝説もあったりします。信じるか信じないかはあなた次第ですが、かなり面白い考察だったのではないでしょうか。ぜひともコメント欄に皆さんの意見を記載してもらえればなと思います。